からは香織のファジラジスタのコーナー行ってみましょう。さあ2014シーズンに向けてもうチームは動き出しています、はい、まずは今日は改めて2014シーズンのユニフォームをご紹介します。今年こそ J1 昇格、チームそしてサポーターの熱い思いを反映し大胆にリニューアルされた新ユニフォーム。去年は透かしで入っていた縦縞が横縞となっていまして、はっきりとした濃淡で表現されています。実はこのボーダーには内に秘めたパワーと湧き上がる熱い闘志という意味が込められています。そして初めてシンメトリー左右対称のデザインになったのも特徴なんですよね。さらにパンツが黒になったんです、はい、ちょっと印象が変わりますよね。そうですね、引き締まった印象になりました。確かにちょっと強そうです、うん、はい、2014シーズンはチームとサポーターが一丸となって J1 昇格を目指します。新しいユニフォームで躍動する選手たちの姿は早く見たいですよね。早くピッチ上で見たいですよね。さて続いてですね、この2014シーズンの鍵を握る新戦力ご紹介します、はい、我々さらに強くなる以外に昇格という自分たちの目標に達することはできないなと、新加入選手10名がおりますけれども、この彼らと共にさらに前に進んでいく。即戦力として J リーグクラブや大学から加入した5人に加え、将来の活躍が期待されるファジアの岡山ユースチームの1期生5人、合計10人の選手が新戦力として加わりました、僕はここで本当に誰よりも走ってハードワークして守備を頑張って、そういったことでチームの力になって岡山の J1 昇格に貢献できたらなと思います。自分としては2桁得点、チームとしては J1 昇格絶対に成し遂げたいと思いますので応援よろしくお願いします。僕自身、岡山さんと試合した時にあまりいい思い出っていうのが千葉の時と湘南の時とないので、逆に、ここに来てよかったと思えるような1年にしたいと思うので、1年間よろしくお願いします。フォワードなので結果が常に求められると思うので、常に結果にこだわりながら岡山の J1 昇格に少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思います。2014シーズン彼らは一体どんなドラマを見せてくれるんでしょうか。ずらーっと頼もしい顔ぶれが揃ってワクワクするんですけど、一体どんな選手が入ったんでしょうか、うん、そうですね、はい、まずは今シーズン11番を背負うミッドフィルダーの岐阜からやってきました染谷和樹選手なんですけれども、はい、昨シーズンも10得点という成績なんですね、で去年ファジは2桁得点いった選手がいないので、この得点力っていうのは大いに期待できますよね。そうですよね。しかも本人は僕はハードワークが売りですって言ってるので、はい、もうファジアーノといえばテーマがハードワークですからぴったりな選手なんですよ。なるほど。そして長身の久保優一選手、はい、千葉から来る選手なんですけれども、この選手も今シーズンは2桁得点狙いますって言ってます。この選手フォワードの選手なんですけど、はい、で2桁得点といえばですよ、押谷選手がもうずっと狙ってるでしょ。そうですね。ということは、今シーズンはその前線の選手がたくさん揃って、はい、このポジション争いですよ、誰がどれだけ得点を取るのかというのがものすごく楽しみになってくるんですね。さらにもう一つ注目したいのはですね、ファジアーノのアンダー18、はい、高校生のユースのチームから5人チームに昇格したというのが注目なんですよね。フレッシュな顔ぶれですよね。1期生ですから彼らがいい成績頑張って残すことで、これからのユース、ジュニアユースの選手たちの活躍にもつながっていきますから、なるほどね、本当にそちらも注目ですよね。まあ早く、まあ、3月なんですけれども、開幕が楽しみになってきましたよ。もうちょっとですよ。まだまだ待ち遠しい、はい、スカパーでは今年もファジアーノ岡山リーグ戦全試合放送します。オフシーズンもファジアーノ岡山の2013シーズンリーグ戦全試合アンコールをはじめ、 J リーグ関連番組を充実のラインナップでお届けします。詳しくはスカパー J リーグで検索してください。